お疲れ様でした。今日は90分プレイしてみて、非常に得点だけではなく、こうくさびを受ける、引いて受けてっていうプレーだったり、非常にいろいろなところにこう顔を出そうっていう意識がすごく見られたんですけれども、いかがですか？まあ、そこが自分の今日与えられた役割やったんで、まあ、そこは自分の良さでもあるので、そこでチームの攻撃を活性化させていく、また前進させていくというところを心がけて試合やったので、まあ、それはうまく前半は特にいったかなと思います。そして、まあ、前半、まあ、いい流れの中で得点も生まれました。そうですね、まあ、アデがほんまにドンピシャのところにしっかりボールを落としてくれたので、まあ、自分は冷静にしっかりゴールに蹴り込むだけでした。やはりこうどういう形でこう前に向くためにボールを受けるかというところ、特にあの辺りのエリアではすごく見ていても面白いなと思いましたけども、常にやはりゴールに向かっていけるプレーというのを考えて。そうですね、まあ、まずゴールに向かっていかないとやっぱりお客さんも面白くないし、まあ、自分のそこは特徴やんで、まあ、今年始まってからアンダー兄さんでスタートしましたけど、まあ、ひとしさんにそこは口酸っぱく言われてきたところであるし、そこは指導していただいたところなので、まあ、そこはうまく今日はできたかなと思います。まあ、特にこの先制点決まって、もう真っ先にと言ってもいいぐらいにこうベンチに、そして宮本監督のところに行かれましたけども、まあ、ユースから自分のことを指導してもらって、アンダーニュースアントップという形で立場それぞれ変わりましたけど、しっかりうまくいかなかった時期も声をかけてくれて、まあ、今日しっかり試合に使ってもらって期待に応えたかったので、そういうところでゴール決めたので向かっていきました。そういう意味ではこのまた一つ階段をこう上っていく中で、次は勝利というところ、チームをさらに勢いづかせるゴールというところを求められると思いますけど。そうですね、まあ、やっぱりガンバを勝たせる選手になるっていうところをずっと目標にしてやってるんで、まあ、今日のような引き分けでは全然満足できないし、ましてもう1点取れるチャンスもあったんで、そういうところをしっかり決めてチームの勝利に貢献できる選手になりたいです。楽しみにしています。ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、今日は非常に前半かなりチームとしてもテンション高くプレーしているなという印象がありましたけど、今日の戦い方、どういうふうにプランとしてはあったんですか？まあ、前節の札幌戦でボールを奪ってマイボールになった瞬間に、まあ、縦に行くところをちょっと早すぎるところだったりっていうのは、まあ、ちょっとその場面に合わせてプレーできてないことが多かったんで、そうやって失う回数が増えて、でそれそういう、まあ、話が出てチームとして、まあ、そこを改善するために、まあ、ボールを持ってゴール前でもしっかり揺さぶって仕掛けるところ、まあ、ボールをしっかり持つところっていうのは、まあ、今週はしっかりやってきたので、そういうところで、まあ、試合でも多く、まあ、出たのかな。まあ、鹿島非常に、スタミナもあって、はい、まあ、どちらが走り負けるかでおそらく試合っていうのは決するのかなっていう部分があったと思いますけども、ご自身としてはプレーしていかがでしたか？やっぱりタフな選手が、まあ、選手ばかりで相手も、まあ、強い選手がいる中で、まあ、自分もそこは持ち味として、まあ、あるんで、まあ、そこは絶対に負けたくないっていう気持ちで、まあ、挑みましたし、まあ、交代するまではしっかり走り切れたのかなっていうふうに思います。やはりサポーターの皆さんはその走るだけではなく、はい、きっとアシストだったりゴールだったり、はい、すごく期待されていると思いますけど、まあ、今日の1点目とかもいいところでゴール受けて、こう3人目の動き出しとか形的にはいい形もできたし、まあ、そういうところで、まあ、次はもっとこうゴールに直結する、まあ、アシストだったり、まあ、ゴールだったりっていうのはもっとしっかり自分自身も求めていきたいなと思います。実際に J1 でたくさんのプレータイムを取ってプレーしていく中でどうですか、少しずつこう自分に対する自信だったりこう強気の姿勢というのがどんどん出せるようになってきましたか？まあ、自信は少しはついたんですけど、まあ、ミスも多いですし、まだまだ足引っ張ってるところもあって、助けてもらってる部分の方がまだ自分自身多いと思うんで、まあ、そこをもっと、まあ、他の選手を助けるぐらいのプレイヤーになっていきたいなと思います。次期待します。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。